今聞いてた？え、わかんない。上がってくるときでちょっと音飛んでたかも。いやだからダライギア赤は一応もう今年の納めで終わったから、ああ、まあ別赤で喧嘩とつまちをしようかなと思ってね。あ、なるほどね。ダライ疑惑で自分の枠納めみたいなのをしちゃったんだ。そう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 。あーで依存症ね。うん、依存症でどうしてもやりたくなって、ただ納めちゃったからなっつんで別赤開いてやってんだ。バカだね。まあ依存症依存症になんのそれ。バカだねお前。依存症でしょ。もう納め、今年はもう この枠で納めるよ。ちょっと早めにやったんだろ。もう一つある、うん、心霊スポット配信者でやってたから、その枠が、うん、だから心霊リスナーもがいて、喧嘩凸が嫌いなリスナーもいるから、一応アカウントも変えたっていう感じかな、うん、え、嫌いなやつ見なきゃいいって話じゃないっていうか、その、うん、心霊配信とさ喧嘩凸、お前はさ、そのどっちも撮ってるわけじゃん、アカウント、その一つのアカウントで。まあ最近ちょいちょい分けてるけどね、うん、じゃあこの枠にじゃあ人呼んでほしくない？呼んでもいい？この枠に人呼んでほしく、え、どういうこと？通知出していいかなと思って。いや通知はいいけど、来んの？お前が呼んで。分かんない。じゃあ試してこの時間どんだけ人来んのか。朝の4時。うん、いいよ別に。俺のノルマは3人、3人来たら俺としてはもう合格。保険かけんじゃねえわ、うん、え、何が？いやマジでそんなもんでしょ通知なんて。でさ、はい、そのさ、嫌いなリスナーが見てるかもしれない、嫌いなリスナーが来るかもしれないからって言うんだったら、最初からアカウント分けとけよ。そんななんか心配しちゃってさ、こんなしょぼっくれたアカウントで喧嘩とつまっち、うん、なんか開いちゃうくらいなら最初からもう分けとけいいじゃん、アカウントで。お前のその流儀に反するんだろ、そういうリスナーにその喧嘩凸を見せるのは嫌だみたいな。最初から分け取れっていうか、流れがあるからね。もともと喧嘩凸のアカウントで使っていて、うん、で心霊スポットは心霊スポット配信者っていうわけじゃなくて、もともとはその喧嘩凸者としてたまたま心霊スポットに行ったみたいなとこから始まったから、うんうん、でそれでまあやってるうちに、まあそのリスナー、心霊スポットのリスナーが増えてきたっていう形やからさ。だから心霊スポットを見るっていうね、心霊配信を目的として見に来たリスナーに喧嘩凸を見せるのはもしかしたらね、良くないことかもしれないから、お前はやらなかったんだろ直後には。まあ今日に限ってはそのもう一つその枠納めも含まれてるから、その2つの要素があってやらなかったっていうことな。うん、寂しいなマジで、年の終わりに。え、寂しいって、俺別にこのアカウントでやってて、あの全然あの苦に思ってないんだけどね。ちょっと待って、面白いな、うん、その話ちょっといい つまみ、ね、いや何勝手になんか面白ネタみたいにしちゃってんの。いや別におかしくないでしょ。なるほどね。じゃあ、うん、もう来年からアカウント2つ作ろうぜ。で喧嘩凸はどうせ喧嘩凸ってつけてりゃ、お前の喧嘩凸見てリスナーは喧嘩凸で検索してくるだろ大体は。いや、だからそれに限っては、喧嘩凸の方が新しい、このアカウントにしよう、うん、でダライゲはもう心霊配信で、お前はもう心霊配信者、ダライゲって名前のやつを。いや、ちゃうんだって、ちゃうんだって。だから、なん俺が心霊スポット配信するときは必ずコミュに書くわけよ。だからコミュに書いた日の通知は心霊スポットだってリスナーさんたちは分かるわけで、他の別の関係ない時に通知が来た時は心霊スポットじゃないよって意味で無視してくれるからいいんだけど、今日は心霊スポットをやってて帰ってきてね、喧嘩凸をやるわけやから、ずっと見てくれてたリスナーさんたちがいるわけよ。でなおかつそうやって枠納めみたいなことやってるから、このアカウントを使ってるっていう流れね。いろんな方面から突っ込みたいんだけどさ、まずさ、うん、お前喧嘩凸界隈どう思ってる？え、どの視点で？いや全体的に、どの視点で？いや、どの視点で見るかもお前に任せる。そこはどう思ってるの喧嘩凸界隈。
え、別に何も思ってない。別に今のままでいいと思ってるけど。今のままでいい。その新規リスナー獲得とか、そのより多くの人に喧嘩凸見てもらいたいなってのはないんだ。ああ、それはある。なんだ今の声マジで。拍子抜けしたわ。ちょっと、喉が悪いんだっては。お前、心霊配信で言うてそんな声も出してねえだろ。いや、結構出しとるって、お前。調子悪すぎ。いびっや、くりしちあゃのうな。ね、これはね、俺は結構、その喧嘩凸界隈外の人間を取り入れてると思うよ、喧嘩凸界隈に。なんで？え、なんでって？結構いるもんだって、実際に入ってきた人たちが。どっから？例えば心霊スポットリスナーから入ってきたやつもいるし、誰こらから入ってきたやつもいるし、ただ単に俺のリスナーから入ってきたやつもいるし。それはそれでいいことだと思う。だよな。じゃあよかったじゃん、直後にやっても。いや、だからその人たちだけではないやん。 いろいろいるわけやん。何が？いや、お前が言ったのは、その心霊配信を見に来た人たちが、ね、さっきの枠までいて、で、その直後にやると、もしかしたらその心霊配信かもと思ってきた人たちの中で喧嘩凸見たくない人がいるかもしれないって言ったじゃん。あとは枠納めをしたから。じゃ、それ以外とか言うけど、お前が対象にしていたそもそものそのターゲットっていうか、そのリスナーの層っていうのが心霊配信のそのリスナー層だったじゃん。それ以外とか言うけど。例えばそういうふうにね、喧嘩凸もで、見てくれる人たちがばっかりだったらいいけど、心霊スポットは好きだけど、喧嘩凸は嫌いだっていうリスナーさんたちも結構いるわけよ。じゃあ心霊スポット配信、好きな心霊スポット配信の時だけ見て、あ、喧嘩取ってたな、今日は違うんだなと思ったら帰ればいいって話じゃないの？だからそこは枠納めをしてしまったからっつってんじゃん、お枠納めしたっ前。いて、いつや、もはやってるっつうの。お前見てないかもしれないけど、心霊スポットから帰ってきて、やっおってるちゃんから。さ、おっちゃんさ、枠納めしたのはわかるよ。だけどさ、別にその後一切やっちゃいけないってわけじゃないよ。そうだよ、もちろん。でも、そんな神聖なもんじゃ、野球部のグラウンドじゃねえんだから、でも。逆に言え ば、今年は踏み入れんじゃねえってもんじゃねえよ、別いに。や、いいもだちろ。ろんそうなんだよ。でも、そのアカウントでやるのと、このアカウントでやるのと比較したときに、こっちのアカウントの方がいいなと思ったからやっただけね。だから、こっちでなやったぜ？らいけだっないってこて、とはないじゃん。おだって前もうがあっ片ちで方のやったたららいいけげっないってていう、おうの前と一の緒で。本来使ってるアカウントでやるメリットって見えてきてるはずだよ。心霊スポット配信だなと思ってきたリスナーの中で喧嘩凸に興味を持って見てくれる人がいる。その中から参入してくれる人がいる、この会話に。っていうのはお前はいいことだと思うって言ってるわけだから、メリットって見えてるわけじゃん。でもそればっかり毎回その見据えてやってるわけじゃないから。じゃあ、この別アカでやるメリットと、お前の本来のアカウントでやるメリットって、今本来のアカウントでやるメリットってのは見えてるけども、こっちのアカウントでやるメリットってのは見えてないんだよね。こっちでやるメリットは本当自己満。ね、まあその知ってる人が、まあ、どっ凸ちにも自己来て満もじいいゃない？し、知らない人が来てもいいし。ごめん、だらいげ。どっちも自己満だよね、そもそも。いや、だそれっからて、向こう自で分やがる満足するとために自っ己ていうのはもち満ろんで、前提のもとでしょ。自己満でできるんだけど、自己満でやった時によく思わない人もいるからやらないってだけね。いや、わかる？こっちで何言っやるこてとんにの、よっ本当に。て、ね、本当に喧嘩凸が好きな人しか来ないっていうメリットがある。喧嘩何凸好もおきかじしゃくなないい人だろうが、が。喧嘩凸好きじゃない人が来たらなんか悪いことあんの？やっぱそそこの人は見は、ないんじゃないの？もうその放だ送を。からそこは俺がさ、寛大な心でさ、気を使ってやってるだけ何のが寛話だ大ろうなんがだよ、およ。前。え？何そが？のくらいお前悟だっれたや。ら、そんな寛大な心があるんだったら、もう、いや、こんなめんどくせえことしないでさ、お前の込みで普通にさ、いや、もう、この後、まあ、和光祭もしたし、さっき心霊配信したけど、この後喧嘩凸やるよ、みたいな込みを貼ったりとかいや、そさ、っちの方がめんどくさいわ。枠開いて、人が来たら、ね、人が来たなと思ったら、あ、ちょっと今からは喧嘩凸やるめかんな。どくてか、さいだテロッろ。プに掲げてたら、大体リスナーって察するだろ、そんな。いや、察するも云々もね、こっちのアカウントってさ、本当に好きな人しか見ないわけやから、アカウント変えて配信するだけでしょ？そっちの方が楽だわ。いや、それはないよ。絶対このアカウントでやれば喧嘩凸好きな人ばっか来るわけじゃないよ。マックのポテト好きな人
が来るかもしんねえだろ。いやそれは俺のリスナーでも何でもないから関係ねえよ。 そこまで俺はそこまで寛大になれんわ俺は、うん、いやその気を使うって言うけど気使えてねえから全然。気使ってんじゃねえお前。いやお前気の使い方がだって違うじゃん。だってさ、いや例えばじゃあ、うん、お前の喧嘩突みたいなと思ってるリスナーってお前の中にいるだろ一人や二人いるよ。いつもの喧嘩突配信の誰が見たいってそいつらには気使えるだろ。いやそいつらはこのアカウント知ってるもんほとんど。来てねえじゃん。いやそれはさ時間帯とかさいろいろ。いやいや待て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 、あとそれ関係ある。こんなわけのわからんこんなわけのわからん、うん、ね全然、うん、あのトツもなければコメントもない状態であんまり喋れないお前が枠開いてても興味注がれないし、トツ数だって明らかにお前のが普通にやってる時とは差があると思う。えいや関係ある。やっぱっていうかだらけっていう穴をねひげ面のサムネと、うん、ねダライゲってバカっぽい名前のやつがお前みたいな声でバー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 喋ってた方がみんな居心地いいと思うし、あと変わらんわ。突数だってやっぱ違う認知度ってあるから、うん、突数はこっちの方がどっちかといったら多いわ、うん、多くねえだろうが嘘つくんじゃねえてめえ。いやいやガチガチ今日は少ないけど嘘つくんじゃ。お前さ今日だけ言ってるだろお前。今日俺がずっとさ今閲覧いなくて一人でぼちーってやってたからそんなこと言ってんのかもしれんけど、このアカウントでやってる時結構来てるんだって。お前が知らないだけで毎回、ま、名前を変えてるから知らない人はいると思うけど。じゃあだからさっき最初案出したこっちでも喧嘩突専門でやってって、うん、あっちでは心霊配信専門でやってけいいじゃねえか。だから言ってんじゃんお前。こっちは俺のもう超自己満で喧嘩突やりたい時だけやって、向こうは心霊スポットもやるし喧嘩突もやる。いやもう向こうで喧嘩突すんな、うん、もうダライギャはいらない。なんでお前に強制されないかんのよお前ボケ。金のポテトって名前でやってけお似合いだから。ダライギャなんてまだ図が高えよお前ごときに意味わからん。金のダライギャどんだけ押してくれんのお前。全然もっとバカっぽい名前にしとけダライギャかドガシコ、うん、それ、うん、でも金のポテトってどの位置にあんのダライギャ、うん、いやわけわからん名前しょってお前やってけ。いやもうそもそもダライゲって名前もわけわからんだろ。わけわかってんのじゃあそもそもダライゲってダライゲってわけわかってんのじゃあ。だってダライゲだといじりがいあるじゃん、うん、なんかダラゲイとかさなんかいろんな風に、うんうん、金のポテトってどうやっていじんの。いやそれはお前のセンスな。どうやっていじんの。え金のポテト、うん、サクサクと食べ、お前はめるかとか言えるだろお前。全然言えねえよバカお前。はあ、いや言えるだろうがよお前そのぐらい。じゃねえ今のも場に応じて大笑いだからお前、うん、全然だわ。いやそういうのを違うこれね、面白い面白くないの問題じゃないんだって。そういうことを平気で言えるようになれよお前も。なんかまともな路線を貫こうとしすぎな。たまにはちょっと変なことを言ってなんかいじられる要素を作っていくよ。だから印象が薄いんだってお前。えいじられる要素なんていくらでもない。なんだら名前なんてお前より多いよ。ダラゲなんて言われ、うん、ダラゲなんて言われてるけどお前トッキーポッキーやらポッキーやら突起物やらいろいろあるんだけど全然言われるんだけど、名前いじるのがむしろ多いんですけど全然いじられるんですけど、お前はいじられるかどうかを全然ね、お前はいじられるかどうかってのをね印象と結びつけたけど、うん、印象と結びつけたけどそんなことはなかったね、はい、全然いじられてますから。えそれなんか大したいじりじゃないし、はい、まあ確かにそういうふうにいじられてることはあるかもしれないけれども、お前のその印象の問題ね、それをいじられてお前がどう対応するかって。じゃあ俺がさ、はい、ね、今から言うぞ。話変えたね。いじられてどう対応するかではなく、うん、いじりがいがないからお前は印象を持たれない、印象が薄いんだ。そうだよ、いじりがいがないっていうのはそのいじった後にお前がどういう対応するのかでいじりがいがあるかないかっていうのが変わってくるわけやからさ。いや俺の対応がなくてもいじりがいがある場合はあるよね。なんなら俺はねじゃあそのトッキーポッキーでそのいじっていじりがいがあるの、なんかどこにいじりがいがあるの。ちょっと神々いじりがいがあるからみんな何度もやるんだろ、うんめちゃくちゃやるから何度もやるんだろって。それはいじりがいがあってやってんの本当に。なんでわかんの。いじがいがなかったらなんで何回もやんの、うん、えそんなのさ、初見詐欺とかもさ、つまんねえのに何回もやるやつとかいるじゃん。それと一緒で、お前にとってつまんないだろ。別にいじりがいがあるとかじゃなくて、ただ挨拶みたいな感じで言うやつもいるんじゃない。
それは相手がどういう風な意図でやってるとか分かって言ってんの？どういう意図でやってるかどうかではなく、なぜやるのかっていうのはね、それをいじりがいがあるってお前決めつけてるけど、やり続けるのはなぜかって言ってやりがいがあるからでしょ。別に金も発生してるわけではないよ。だからそのやりがいかどうかも分からんじゃんって。いろんな意図でやってる可能性があるのに、お前がねそれをいじったところでいじりがいがあるからされてんだよっていうのはおかしいだろっつってんの。いやって言うんだったら、おいポッキー、ね、お前がその相手がどういった思惑でそうしているかが分かってないのであれば、ね、そうやっていじりがいがあるかどうか分からないだろって言うんであれば、うん、逆にないかどうかも分からないだろ。え、なんでお前にないって断言しちゃってるの。あるかもしれないんだろ。あるかもしれ、いやいや、だからお前があるっていう、いやそうだよ、あるかもしれないよ。じゃあお前完全破綻してるから今何が破綻してる、完全破綻してる、何が破綻してんの。うん、でお前はいじりがいがないと言っておきながらも、うん、結局はね、あるかもしれないっていう立場に立ってるわけ。あるかもしれないし、ないかもしれない。俺は断言はしてないよね。してるよ。分かった、じゃあお前も断言したよな。お前お前も断言したよな。一貫して主張してるよ、うん、お前は主張がね、ブレてる。はい、うん、ブレてるってさね。じゃあ俺がいじりがいがないって断言したかもしれないけれども、うん、お前がねそこに対していじりがいがあるんだよって断言するのであれば、そうではない可能性もあるっていう、その可能性を俺が持ち出しただけね。だから可能性論に入って、どっちかは分からないね、うん、あるかないかは分からないって立場に立ったけどもね、よくよく考えてみたら、お前はそもそも俺にはいじりがいがない、だからお前はね、その印象が薄いんだってことを言ってるんだよね。だからお前の主張の一貫性ってのは保たれてない、うん、OK？ え、今の流れ分かってる。俺が断言して、お前も断言した、でお互い断言したけれども、俺がそこに対して可能性を持ち出した、うん、でそれでブレてるとか言うけれども、じゃあお前の間違っているところっていうのはね、うん、さておきで言っちゃうの、うん、俺は訂正とも捉えられるよね。別にそこで間違ってたからといって訂正しても別に問題ないよね。でもお前はそのまま断言し、お前はそのまま断言したままの状態な。問題はあるよ。なぜかというとね、うん、俺という突者の、ね、印象が薄い、うん、印象がないっていうことを言うために、その要因として挙げたのが、根拠として挙げたのが、ね、お前はいじりがいがないっていう一つのものだったから。だそれが今なくなってしまったら、お前はじゃあどういうふうに俺に印象がないっていうふうに伝えるの？ん？いじりがいがないっていうのはさ、いじりがいがない可能性もあるんだよな。じゃあ別にそれでいじりがいがないでもいいんじゃない？何だって俺がいじりがいがないっていうのはまあ少なからずお前がね実際にどうなのかって見てない上で言ってるわけやから、うん、じゃあ印象なんだよ、ね、いじりがいがあってもなくてもね、俺の印象っていうのは薄いままなんだね。だから俺は印象、お前は自分のことだから自分のことを断言している。だけども相手の意図というものを汲み取らず、お前は断言したってことだよ。迷子になっちゃってる、タラゲさん。いや迷子じゃないよ、タラゲさん。迷子に、俺はお前に対して印象で言うことはできるよね。いじりがいがないんだよなってちょっとなのにもかかわらず、じゃあお前の断言と俺の断言って違うところがあるんだよな。もうにもかかわらずとか鼻息ふんふんして、いやいいから、そういうのはさ。お前も断言しました、俺も断言しました、だけども俺が断言したところっていうのは印象について断言しました、お前は自分のことについて断言しました。そうだよな。だからお前がそれを訂正したところで何か問題があるかっていうわけでしょ。でそこで俺の主観としてイメージを断言してるだけであってね、客観的な見方として、待たないよ、ちょ聞けや、先に聞けや。イメージを断言って何イメージを断言って何ですか。訂正してそこ分かった。俺がお前に対して いじりがいがないって断言しました。イメージを、俺の中で思っていることを断言しました、こう思ってますって断言しました。何がおかしいの。タバコがうめえな、うん、違う何がおかしいって、はい、違うよ。いや違わないよ、まず断言していながらも、うん、そうかもしれないし違うかもしれないって一緒に変わったところね、これが不自然だ。はい、そこ説明しましょうか。それはだから今続けてるそれをお前は訂正をしたというふうに言ってる。で訂正をして何か問題があるのかと言ったけども、問題はあるんだよ。いや
俺言ったよね、訂正したとしてもって言ったんだよ。実際に訂正はしてないからね。わかる？ここで訂正をしたとしても、それがね、もし訂正だったからといって、そこはね、関係あるのって言ったけれども、お前は関係あるよって言ったわけよ。じゃあ別に訂正しなくてもいいんだよ、俺の場合。訂正はしてないの？あるかもないかもし、あるかもしれないし、ないかもしれないって主張しながらも、結局お前ないってなんで断言できないの？え？だから言ってんじゃん、俺のイメージを断言したと。でも実際にどうなのかっていう部分で、お前さ、人の話聞けて。な？俺が、ね、イメージとして断言したんだけれども、その可能性の部分っていうのは、周りの意図とかを汲み取った場合に、実際に本当にいじりがいがなくて、ポッキーとかね、なんだったっけ？まあね、いろんないじりを入れてるのかなっていうのは分からないよねって、俺は言ったんだよ。でも、お前は自分のこと、自分のことを断言してるんだけども、そもそもお前は間違ってるよな。いじってるやつの気持ちをさ、汲み取って、意図を汲み取らずに言ってるわけやから、うん、な？そこを断言してしまうのはお前の間違いな。じゃあ、なぜそれをし続けるかっていうのを示して。え？なぜ同じいじりをし続けるか。え、だからそれは分からないよな。いろんな意図があってやってる可能性あるよな。そう、いろんな。じゃあお前断言できるの？それで。できるよ。し続けたら断言できるの？うん、え、なんでなんでなんで。その一つのことを、うん、一つの行為っていうのをね、うん、何回にも及んでし続けているね、継続的にし続けているっていうのはやりがいを感じているからしているね。そもそもこの話っていうのは、うん、報酬とはまた違ったところにあるよね。別に何かを得られ、その報酬とかその物的なものが得られるわけではない。はい、うん、それで枠に来て、トッキーポッキー、うん、突起物イエーとかっていういじりを、はい、ね、多くの人が何回にもわたって継続的に続けるのはなぜか、はい、そのいじりがいがあるからだよね。お前はそれ以外に挙げられてはないんだけど、ね、だからそれをさ、ね、確かにいじって言ってる人たちもいるかもしれないけど、はい、ただ挨拶程度にそういうことを言ってる人もいるだろうし、それを挨拶なの？名前を、名前をいじるのが挨拶なの？え、いじってるってさ、まあ、からかうみたいな意味でしょ？名前をいじってるのをいじるとはまた別だよな。からかうのが挨拶なの？俺はそれを挨拶なの？いや、だから、うん、だから俺は思ってないって言ってんじゃん。名前をいじってるだけで、うん、ただ挨拶程度に言ってる可能性あるよね。挨拶程度に名前をいじるって何？うん、で、別に、なんていうの、ただ単にさ、うん、いじろうと思わずにも、なんかこうほら最近陰踏んでるやつ多いけど、うん、そんな感じの軽いノリでただ言ってるだけのやつもいるかもしれないし、そういう相手の意図なんてお前が分かったこっちゃないんだって。それを勝手にいじりがいがあるからそういうこと言ってんだろってお前言ってんだけど、そうじゃないかな。あのさ、たとえそれが挨拶代わりのものであったとしても、なぜ本来のおはようとかね、どうもこんにちはとかっていう挨拶ではなく、わざわざそれをセレクトするのか。だお前がなんで分かるからだよな。お前がなんでそれを分かってんの？お前が分かり得るはずないんだけど。何か出せるのか。え？はい？出せてないよな。え、何を？ちょっと聞こえなかった。何を出せないって？行為を、うん、なぜその行為をね、継続し続けるのかっていうのを考えたときに、いじりがいがあるからっていうね、この理由しか今一つ出てないんだけど、お前それ以外出せてないんだけど。出してんじゃん、だから挨拶程度に言ってる可能性もあるし、それも反応したね、それも反応したね。挨拶はもう潰れたね。なんで？はなぜじゃあ挨拶代わりって、うん、なんで挨拶代わりにそれをセレクトするの？普通に挨拶でもいいじゃん。普通の挨拶をせずになぜ名前をいじるのか。そうだよ、別にそれが挨拶じゃなくてもいいし、それが挨拶でもいいんだよ。わかる？それだったらそれが挨拶かもしれないってなるわけやからさ。何お前勝手になんか自分がさ、みんなのなんか意見を知ってるかのように言ってるけどさ、お前挨拶代わりであればいじりがいがないって思ってんの？え？いや、それはだからお前も俺もわからないって言ってるやつしかわからないだろっつってんだけど、それが俺が最初から言ってることなんだよ。違う、それ以外に理由が見つからないからね、そうだと思ってるんだけど。それ以外に理由が見つからない？じゃあ挨拶で言うっていうのはさ、俺がさっき言ったように
別に意味がなくてただ言ってるだけっていうことが考えられないっていうこと？意味がなくてってどういうこと？え、だから例えば最初の段階で、いじったとポッキーっつってね、その最初の段階はポッキーっていじったけども、2回目3回目からは前の時にそういういじり方をしたから、もう挨拶でポッキーって言ってたら、まあなんかこうノリよく始まるかなみたいな、うん、面白いテンション高めになんか枠に来て挨拶できるかなっていう感じでやってる人もいるかもしれない、として名前をいじるっていうのを挨拶代わりとしてるわけなんだよね。そうだよな。つまり名前をいじってるっていうこと自体に変わりはないわけだから、名前をいじるとお前をなんていうの、茶化すみたいなこととはまた別ね。同じいじるっていう、その言葉はいじるっていう言葉は入ってるかもしれないけれど、名前をいじるんだね、まあ、もじるね、もじってるだけね、うん、いじるともじる、ね、それをいじるって、もじっているのもいじるという、まあまあまあいじるでいいんだけど、いじるの意味合いが違うからな、どう違うの？だから名前をいじるって、それは名前に対していじってるだけで、トッキーをいじってるっていうわけではないってこと。今話してるのはトッキーをいじって面白いのか面白くないのかっていうことでしょ。その名前いじりを使った挨拶代わりのものは誰に対してしてるの？俺にだよね。そうだよ。名前に対してしているってわけじゃなくて、俺に対してするために名前を使って、ね、いじりを加えているんだよ。だからそれは名前をいじったかもしれないけれども、トッキー自身をいじろうと思ったわけじゃなくて、挨拶代わりだとかいろんな意味合いで使ってる可能性はあるだろって言ってんだよね。だから挨拶代わりであっても名前をいじってることには変わりがないだからそれは名前をいじってるだけで、お前をいじってるではないっつってんの。いや俺は、いや違う、名前をいじるということを俺に対して知ってるんだよ。そのいじるっていう意味合いがさ、お前ちょっとずれてると思うんだけど、そのお前を茶化してなんていうの面白く、なんていうの、面白いから、お前をいじることによって面白いからという気持ちになるためにいじってるのと、挨拶代わりで名前をいじってるのっていうのは趣旨が違うよね、意図が違うよね、だからじゃあなんでそのね挨拶代わりとしてそれをするのか、本来ある挨拶ではなくそれをするのかって言ったのは、さっき挙げたね、ノリのいいテンションでいけるかなかなとかってあるわけでしょ。ノリのいいテンションっていうのはその言ってる側のね、それはトッキーに対してじゃなくて、ね、だからそうすることによって得られるものがあるんだよ。だから名前をいじる、いじりがいがあると言えるんだよ。得られるものって何？じゃあ俺がトッキーのリスナーでさ、別にトッキーに対して、そのどう思われるとか関係なしに自分の自己満でもじってただ言っただけで、その、トッキーをいじってろうという意図がなかったら、別にそれはなんていうの、茶化したことにならない。いや、違う、いじってることになるんだって。だからそのいじってるっていうのは名前をいじってるだけで、確かにそのトッキー自身の名前をいじってるんだけど、本人に直接関係性を持たせるいじり方じゃないってことね。いじるっていうのはその当人の意思とかではなく、ね、意図しているものとかではなく、その行為に対して指すものだからね。だからその行為によって指すものでもあるし、意図も関係してるよね。だからいじってるって事実がある以上、じゃあなんでいじるのかっていうのを考えるべきなんだって。だからそのなぜの部分の意図がね、そのトッキーに対していじりたいっていう気持ちがある場合と、別にトッキーに対してではなくて、まあただ自分の自己満としていじって自分のテンションを上げるために言う場合もあるよねっていうことを言ってんだよな。自分のテンションを上げるために俺の名前をいじるんだよね。俺とかさ、結構やるよ。例えば自分のテンションを上げるために俺の名前をいじる。そうだよ。俺の名前いじることによってテンションが高まるだろうと思うからする。つまりね、自分がこの行為に及ぶことによって得られるものがあるっていうのが目に見えた状態でしているわけなんで、ね、例えばね、俺 J クールの枠とかに、J クの枠はしないかもしれんけど、挨拶とかでさ、例えば J とか打つときあるじゃん。で、そのちょっと文字ってさ、 J じゃなくて、例えば俺がダライゲだから D とか打ったとするやん。ね、でそれっていうのは
そのジェイクールに対してその文字なんていうの、まあ、いじくってるわけじゃなくて自分の例えば協調性を持たせるために、まあ、ちょっとシャシャってやる場合もあるわけよ、見てるリスナーさんたちの前で。待って、それとしてはそういうなんか意図としてJ の名前をいじったというよりかは単純にお前が D って文字を打っただけじゃないですか。いやだからそれは D じゃなくてもいいよ、そのジェイクの名前をもじってもいいんだって、そこは何だっていいんだけど、じゃあそこでポッキーって言ったとする、うん、でそれはポッキー自身の、うん、そのトッキー自身に言ったわけじゃなくて自分の協調性を持たせようとかそういった意味で自分のただ自己満でやった場合もあるでしょ。でそういうの上げていけばさ、いろいろあるわけよ。それはいじってないの。だから名前をいじってるかもしれないけれども、意図という部分をお前はわからないだろっつってんの。あくまでいじっていたらの場合の話だよ。え、だからいじ、だからそれはトッキー自身、そもそもいじってなかったらこの話の外だよ、会、うん、の外だよそれ。うん、だから何、え、いじってるかもしれないって、いじってないかもしれないなら替えの外、いじってるって事実のもとを話して、なぜいじるのかっていう、うん、だからなぜいじるのかで意図の部分でしょ。お前はその意図の部分を決めつけてるだけだけどな。ちょうどいい強さ、うん、まあこいつは弱いけどな、さすがにねえよコキン、うん、いや何その、え、何いじってるかもしれないって、いやお前はそのいじってる部分っていうのを全ての人たちが名前をもじったら、トッキー自身をいじってるっていうことになるんでしょ。違う違う、いじり甲斐があるからしているって。いやだからいじり甲斐があるからトッキー自身に、いじってるってことになってるんだろ。したらではなく継続的に続けているっていうね、ガボガボすぎてお前。でも俺が言ってるのは自分が自己満でただ協調性を持たせたいだとか挨拶代わりだとか、うん、そういうので別にお前に対してその意図として何もいじろうという気持ちがなくてやってる人たちもいるだろっていうこと、いるかもしれないだろっていうことね。じゃあいじろうと思っていじってるかどうかではなくその行為を指す言葉ね、いじるって、名前をいじるっていうのは、うん、だから名前をいじってるとお前をいじってるっていう、ね、自分が、ね、その手段わかるよ、お前が言ってんのわかるよ、手段としてお前をいじるために名前をいじる場合もある、それは俺認めてるよね。名前をいじってトッキーをいじろうかなっていう考え方がまあある人もいるだろうと。でも俺が言ってるのは全ての人がそれだけのためにトッキーをいじるために名前をもじってるとは限らないっつってんだよね。じゃあいじって違う、名前をもじってる行為をいじるって指してんだよ。何行為をいじるって、行為をいじる、名前をもじる、もじるってのはいじってることでしょっつったら、お前さっきうんって言ったけど、その名前をもじる、トッキーをポッキーにしたりだとか、突起物と呼んだりだとか、うん、そのトッキーからそのもじることによっていじっているんだよ。いじりがいがあるっていうのはさ、トッキーに対して、トッキー本人に対してその思う感情じゃん。そうだろうよな。え？違うね。ポッキーって言ってね。違うね。いやそうだろうよ。俺がお前に対して例えばポッキーって言ってさ、トッキー本人をいじろうと思った時に、あーなんか面白いなとか、うん、いじりがいがあるなと思ってやることじゃん。そういう感情でね。いじりがいって誰から？その行為をする人だよね。そう。だから今で言うと俺がトッキーに対していじった場合ね。で俺が言ってるのはトッキーに対してじゃなくて、ただ俺がしゃしゃりたいとか、その見てるリスナーさんたちの前でちょっとトッキーとは違った風なことを言って目立ちたいとか、そういった意図があって、うんうんうん、ポッキーって言ったりする。それっていうのは、うん、トッキー自身をいじってるわけじゃないよ。トッキー自身にいじりがいがあってやってる行為ではないんだよ。わかる？違うよ、俺自身にとかじゃなくて、いじり甲斐っていうのは誰に発生してるかって言ったら、その行為をする人なんだよね。つまりいじる人に発生してることなんだよ。だからいじる、そうそう、待って待って待って、いじる側は今の場合だと俺でしょ。そもそもいじってないというのであれば、うん、そもそもいじってないんだからいじり甲斐なんて言葉は出てこないからね。あくまでいじっている前提での話をしてるわけだよ。ここは大丈夫ね、さすがに。いやだからそれは分かった上で話してんだけど。だよね。うん、それでなんでお前はそこでテンションを高められるだとか、うん、楽しめる
とかっていう目的が存在してその行為に及んでいるのであれば、ね、うん、その目的を達成するためにその行為に及んでるわけだよね、うん、目的に及んで、はい、その目的が、うん、トッキー自身をいじるかどうかっていうのと、まあ、うん、ただ単に自分が協調性を持たせたいとか、うん、挨拶代わりに言ったとかね、いろんな意味合いが込められるよね、可能性があるよね。なぜ俺の名前をいじるのかっていうのは、うん、ね、ダライユのイメージの中では何かしらの目的が存在してその声に及んでいるって言ってるわけでしょ。そうそうそう、意図があってね、その目的を達成するためにね、俺の名前をいじるということをすればね、達成をできる、その目的に沿うことができる、だからこそやりがいがあると言えるんだよ。あ、お前そこすり替えとるな。あ、お前それを言ってんの。お前すかしたことしやがるな、おい。何がにやけてんじゃねえぞ、お前。何が、お前を、お前に対していじって、そのいじりがいがあるかっていう話をしてんのにね、そのいじった行為が必然とお前に対していじりがいがあったっていうことになんでなってんの。おかしいよな。俺に対して何を言ってんの。なんでそこで意図っていう部分を汲み取らないの。やってる行為っていうのが必然とお前に対していじることによっていじりがいがあったっていうことになるのがおかしいっつってんの。そこには感情っていうものが必要だろっつってんの。お前は行為がそういう行為をすることによって必然とそのいじったことになるだろ、うん、いじりがいがあったっていうことになるだろって言ってんだけど、いや、じゃあすることによってじゃないその行為を継続して何度も行う。いや、継続でもいいんだって。それは継続でも何でもいいんだけど、ああ、うん、それをやることによって必然とそのやりがいがあるっていうことだろ。うん。それお前に対してじゃない場合は関係ないじゃん、うん、もうそれで終わるんだけど話で。え、そもそも、うん、何言ってんの。俺に対してってどういうこと。例えばお前の名前に対してそやってる行為かもしれないけれども、お前本人に対してやってることじゃないってことね、うん、え、俺の名前、いや、お前じゃなくてもいいんだよ。わかる。トッキーじゃなくても、例えば誰でもいいんだ。トッキーっていうね、俺の名前に対する認識ではなくてトッキーって何かしらの他の固有名詞があってね、うん、これは喧嘩突者のトッキーとは別の何かのトッキーっていう名前を指す言葉があって、そのトッキーって言葉をもじったらその俺のことをいじってるってわけではもちろんないよ。うん、うん、おう、それは分かっとると。それで、うん、そんなこと言ってるわけじゃないよ。そこ分かってるなら、じゃあ俺の話理解できるんじゃないの。なんで継続的にやることによって必然とお前が、お前に対してそのやりがいがあると、うん、いじりがいがあるっていうことになるの。確かにいじりがいがある場合もあるかもしれないけど、うん、名前を、そればかり 100% ではないよな。俺の名前をいじるだよ。うん、だからお前の名前をいじる、うん、お前をいじってるわけではないって言ってんじゃん。いや、俺をいじってることになるでしょ。だ、お前だからどういう感情かっていう部分ね、うん、名前をいじることによって、うん、トッキー本人をいじるっていう感情でやってる場合、意図としてやってる場合と、名前をいじってるけれどもトッキー自身に対してはどうでもよくて、ただ自分の協調性を持たせたいとか、ただ挨拶でやってる場合っていうのがあるって言ってるでしょ。自分の協調性を持たせ、ただの挨拶としてやってる、うん、あの、だから、うん、そのなぜそのただの挨拶としてその本来の挨拶ではないトッキーをポッキーといじるって行為を行うのってとこだよ。結局はいじってるじゃん、うん、それって。で、そのいじり違いね、お前が言ってるのはね、そのもじる、いじり違いって、その名前をもじってるところを いじるってその言い方にしてるからお前はそのトッキー自身のいじるとなんか結びつけてるけど、そうではないっつってんだろうがよ。まあ、いい加減気づけ、ボケ。もう。いや、お前苦しすぎて、なんかもう。何が苦しいんだよ、お前。この話、お前、完璧にお前さ、無理あるの分かってんじゃないの、自分で。いや、お前が無理がある。どこが無理があるんだよ、お前。まだ 100% って言えないから。そうそう。100% お前の、じゃあそれがね、通って、すべての人たちが、うん、その、トッキーに対して いじりがいがあってやってるよっていうことを言えないから、どうやって言えんのよ、お前。継続的にやってたらもう 100% になるのかよ。それ以外の理由が見つからないでしょって。
じゃあ理由が見つからなく、わかった、じゃあもういいわ、お前がねもうループするからちょっと変えてやるわ話、うん、じゃあ いじりがいがないからっていうのであればな、あ違う違う、そのそれ以外の理由がないからっていうのであればね、うん、じゃあ理由があるかもしれないよな、お前がね理由が見つからないだけだよな、そうだよな、ってことは理由がある可能性もあるんだから、お前が勝手に理由がないからっていうことで確定して 100% でものを言えるとはおかしいよな、だらげくんはテーブルの上にリンゴ1個乗ってるのを見つけて、うん、ね、テーブルの上にはリンゴしかないよって言ったら、いやわからない、それ以外にはあるかもしれないって言って、何なんかサササって手こすり合わせてなんかすんの、え、それはね、確認できてないんだからそれだと思うでしょ、おかしいぞ、テーブルに乗ってるのは何か、そのテーブルに乗ってるものを俺は見てない状態やから、でお前がその見てる状態で語ってんのな、わかる、だからリンゴがあるよねって、うん、でリンゴがあるってのをお前に確認させたじゃん、確認できてないけど、じゃあその比喩で言うとどこに結びつくの、俺はどこで確認できてんの、確認できてないの、うん、だからどこの部分なの、これは確認した部分、いじりがいがあるから、いじりがいがあるからするんだろう、だからそれはお前が言ってるだけで俺は否定してんじゃん、そこはそういう場合もあるかもしれないけれどもね、いじりがいがあってやってない場合もあるよねって俺否定してんだけど、さっきから何言ってんの、なんかそのあのなんかさ、うん、そのなんかフルーティーな甘い匂いがするなって思って部屋中探してもリンゴしか見つからなかったってなった時にね、それ以外に匂いの発するものが見つからなかったって、はい、うん、で俺が、あ、リンゴがあったよ、リンゴしかないね匂いのするものって、ほうほう、リンゴじゃないって言ってんのにお前は、いや分からないだろって言えるじゃんそれ、うん、それ以外のもの見つけてないのに、うん、机の下にあるかもしれないよバナナが、うん、じゃあお前はそれ以外のものがあるかもしれないと言いながらも結局はそれはリンゴの匂いではないと言ってるんだよ、うん、フルーティーな匂いがするんだろ、別にリンゴの匂いはしてるわけじゃないんだよね、うん、フルーティーな匂いがしていて、うん、リンゴがあったと、リンゴがあるからリンゴじゃないのってお前は確定的にものも言ってんだけど、俺はね、リンゴがあるからと言ってフルーティーな匂いがリンゴだとは限らないっつってんだけど、別に何もおかしくないよね、だからそれがね、うん、リンゴの匂いではないというのであれば、じゃあそれ以外の匂いの発するものを見つけてくれ、いやだから俺は分からないっていうのが俺の論ね、分かってるそれが何の匂いなのかっていう部分で俺は否定してるわけじゃなくてね、そもそもお前が確定的にそれはリンゴの匂いだって言ってるから、そうだよって、リンゴの匂いの可能性もあるけど違う可能性もあるよねって言ってるのが俺の主張ね、わかる、お前はないって、なんでお前がそれ、ま、そこを断言できるんだっつってんだけど、お前はそれがバカか、お前違うよ違う、お前そもそも、ね、ないという主張をしながらもそれは訂正をせずに、あるかもしれないしないかもしれないって立場を取ってるんだよ、は、うん、ないかもしれないし、そう、ん、そうかもしれないっていう立場を取ってるって、ね、あるかもしれないし、ないかもしれないって立場を取ってるけど、結局お前そもそもないって言ってるんだよ、ん、なんで、え、いつからそういう話になったの、おい大丈夫か、トッキーはいじりがいがない、だから印象が薄いと感じられる、それで俺はそれでいじってる可能性もあるっていうところもちゃんと主張してるよね、いじってる人もいるかもしれないし、いじっていない人もいるかもしれないっていう部分で、ね、俺は両方のパターンというものを組み取ってお前に対して主張してるけど、なんで俺が今更になってなんかお前苦し紛れにか知らんけれども、ない形で俺が確定して言ってるみたいなことになってんの、ないとして言って、うん、ね、ないからこうだっていうふうに言ってるんだよ、は、結びつけてんの、その後の主張に、それを根拠としてるわけ、ちょっとそこをもうちょっと詳しく説明して、え、トッキーはね、うん、いじりがいがない、だから
その印象が薄いと感じられるんだってことを言ってるんだ。だから印象が薄く感じられる要因、その根拠としてね、そのいじめがない。はい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 、お前さ、そこさそこを持ち出してくる。俺そこ最初の段階で言ったよね。最初に断言した部分って俺のイメージで断言したと。いじりがいがないんだよなっていう部分は俺がねイメージでお前に対して思ったからそこは断言したと。ただ本当に実際に他の人たちがどうなのかというとそこはわからないと。いじってやってる場合もあるし、いじってやってない場合もあるよねって俺そこ説明してるんだけど、今更なんで話ループすんの。そこちゃんと話覚えてる？大丈夫？お前としてはないって話じゃん。俺のイメージとしてはない。でもそれは俺の中で思ってることね、うん、でお前はそこで、うん、いや俺はいじりがいがあるよって断言してるわけよ。でお互い断言してんだけども、俺の場合はイメージ、うん、でお前の場合はそのいじってる人たちの意図も汲み取って断言してるわけで、俺の反論として今言ってるのはその、うん、いじってる人たちの意図っていうのをお前がなんで断言できるのって。いじってる人たちはどう思ってそのいじってるのかいじってないのかみたいなことを分かるはずないだろって俺言ってんだけど、反論として。意図ではないんだけどね。いや意図でも感情でもそうなんだけど、お前がそもそも分かるはずないで終わる話なんだってこれ。ああ、なんで、なんでじゃねえだろお前、いい加減気づけよお前。なんでそれをし続けんのって。だからその、ま、待って、それをし続けるんだよ。し続けるよ。それで、うん、し続けて、またそこもループすると思うんだけど大丈夫か。なぜだって、じゃあ待って、うん、その行為に至るまでにそれをし続けるっていうのは何かしらの理由があるはずでしょ、うん、なんでないのに。そう、そんなことするお前今自分で言ったじゃん、何かしらの理由があるんだよな。その何かしらっていう部分をお前が判断できないよな、他人がやってることを。ん、何かしらの理由があるということを、ね、そう、お前は断言してる、やりがいだと言ってるんだ。そう、やりがいがあるってお前は断言してるけれど、そのいじる人っていうのはお前じゃなくて、うん、そのいじる側がどう考えてやってるかだよね。だからいじってやってる場合もあれば、いじってやってない場合もあるって、うん、お前が判断することじゃないって。いや、そのやってるやつが判断できることではあるかもしれないけど、お前は分かるはずがないっつってんの。じゃあそのいじろうと思っていじってるかどうかじゃないでしょ。は？なんで？いじっちゃその根底ある。じゃあじゃあじゃあ、そのお前が言うとなんかややこしくなるんだけど、そのなんだろう、その人の意図によってはじゃあいじってなくなるの？いやだからなくなんのじゃなくて、何回も言うけど、いじってない場合があったり、いじってる場合もあるわけだから。そこを断言はできないよねって。じゃあ一つの例を、トッキーを、じゃあ俺の枠に来てねトッキー、ポッキーっていう、うん、この名前をいじるっていう行為を繰り返すのは、これは何、その人の意図によってはいじってないことになる。だから分からないって。分からないからこそ俺はそこでそのいじってること、いじってる人もいるかもしれないし、いじってない人もいるかもしれないっつってんの。意図によって、うん、その行為自体がいじってるかどうかっていうところが反映されてくるの。え、何反映ってどこの部分に。んだから名前をいじっていたって事実に対して、その人の意図によっては実はそのいじっているように見えていじっていないみたいな。反映されるって、そのよくわからん、言ってることがちょっとわからんけど。だからその人の感情っていうから、うんうん、そうだよ。じゃあその人の感情によってどう作用されるの、うんうん、ああそこだからそこも何回も説明してるけど、じゃあ自分の感情としてね、いじって、そのいじりがいがあるっていうのはさ、トッキーの例えば反応だったり、その、うん、まあなんていうの、いじりがいがあるようなことが起きるからいじるわけじゃん。うん、そこはいいよね。うん、じゃあそこで、じゃあトッキー本人をいじろうと思って名前をもじる場合はもちろんあると思うんだよ、ポッキーとか言ってね、うんうん、でもお前はそれでしかないって言ってるんだけど、そうだよな、それでしかないって言ってんだよな、それでしかない、うん、そのなんていうの、
いじってる場合でしかないって言ってるんだよな、トッキー自身をな。俺自身を、うん、いじりがいがあると思って、俺の名前って、名前をもじってると含まれでしょ。いやだから言ってんじゃん、その感情という部分がトッキー本人に向いてるのか名前の方に向いてて、まあただその目立ちたいだけとかね、そういう部分に感情が向いてるのかって言ってんじゃん。トッキーってす、うん、いやそのトッキーっていう文字ってなんだろうって言ったら、その俺の名前だっていう認識できてそれやってるわけでしょそうだよ、トッキーって名前は俺自身に含まれるよね。でもそれが別にトッキーだからとかそういうのは関係なくて、それがたまたまトッキーの名前をもじったってだけかもしれないしね。たまたまもじってるから、そのお前は自分に対して結びつけてるかもしれないけど、目立ちたいだけでポッキーって言って、そこら辺にいるリスナーさんたちに自分がちょっと違うことを言ったんだぜってただシャシャってるやつがいたとするな。そういうやつってトッキー本人をいじってるわけじゃなくて、ただトッキーという名前をもじって自分がただ自己満でしゃしゃってるだけ。これっていうのはトッキー本人をいじってることにはならないわけよ。トッキーの名前をもじってるだけ。でそういったパターンがあるわけやから、トッキーが言うようにね、トッキーの名前を もじり続けた場合に自分をなんていうの、まあいじって、いじりがいがあるからやっている人たちばかりだっていうその断言するのはおかしいよな、うん、ちょっと待って、トッキーをいじるではなく、トッキーの名前をいじっていたら、うん、トッキーをいじったことにはならないの。だからそこで感情の部分と意図の部分で、トッキー本人に対してそこに視点が向いてるのか、名前に対して視点が向いてるのかって言ってんじゃん、質問が違ったな、うん、感情によってじゃなくて、そのなんだろう、うん、じゃあ感情によってはその俺の名前をいじるという行為は俺をいじるわけではない。趣旨が違うよね、いじりがいがあるかだよねでそのお前が言ってるいじってるっていうのは、うん、同じ言葉のいじりっていう言葉を使ってるけれどもね、そのトッキー本人をいじっていじりがいがあるっていうのと、名前をいじってるっていうのは別の言い方をすると、もじってるっていう言い方もできるわけで、その一緒のいじりっていう意味合いで使ってないよな。お前はそこを結びつけてるけどな。一緒のいじりってはあると思って、うん、一緒のいじり、なんで俺の名前っていうのは俺自身に含まれるのであれば、俺の名前をいじるっていう行為は俺をいじるっていうことにもなるとは思う。ならないと思うね。だって例えば、分かった、じゃあ例えばね、いじりがいがあるっていう部分で、トッキー本人をいじっていじりがいがあるっていうのはさ、トッキーの反応だったり、トッキー自身に指す言葉だと思うんだけど、トッキーの名前についていじりがいがあるっていう言い方をしたら、ね、トッキー本人ではなくて、トッキーという言葉に対してなんかいじりがいがある要素があるってなるわけよ。わかる？例えばね、俺はラップをしてますと、トッキー自身をいじりたいんじゃなくて、トッキーの名前をもじりたいから、トッキーポッキーオッケーみたいな感じでね、そのいじりたい要素としてその名前に視点を向けてるっていうこと。でもお前が言ってるのは、そのトッキーという名前をいじった時点で自分本人もいじったことになるよねって言ってるんだけど、それはそのやってる人がどう思うかで変わってくるんだって。お前がしかも判断できることではない。じゃあなんで俺の枠だけでやるの、それを。俺の枠でやるの。俺がいるからそれをやってるんじゃないの。なんでやるのってさ、聞くってことはさ、そもそもそいつらがどういう意図でやってるかわからないから聞いてんでしょ。いや、違う。じゃあ分かってるなら言ってみ。そこに俺がいるから、うん、そこに俺がいるから、俺に見られているということを意識しながらやっているんだよ。いや、見られてるっていうか、その見られてるかもしれないとは思うかもしれないけれども、うん、どういう意図でやってるかっていう部分ではちゃうでしょ、それ。別にトッキーに対していじりがいがあると思ってやってなかったら、うん、見られてたって関係なくなるんだけど。ちょっと待って、警察来たわ。見られていたって関係がない。捕まんの。警察です。パトロールで待っておりました。ちょっと今、インターネット配信中なんですよ。あ、もう従業員とかじゃなくて。あ、違います。あ、はい、インターネット配信中。生中継で、はいはい、
行け、論破しろ。論破だ。論破しろ。名前言わないでください。論破しろ。ちょっと待って、ちょっとだらけ、ちょっと論争して、警察と。いや、なんで論争。心霊配信よりスリルあって盛り上がるから。いや、なんでやろ。じゃあお化けと警察どっちが怖いんだよ。お前ツイートキャッスルってやつ。ツイートキャッスルっていう、はい、名前言わないでください。ツイートキャスティングだろ。ツイートキャスティング。ツイートキャッスルってなんだよ。私の言葉も入っと今つぶやきの城ってなんだよ、お前。かっけえな。大丈夫、 YouTube とか上げてますけど、これ上げないんで大丈夫。ちょっと入ったわ。してやべ、溝に入った。いや、それはしてないですね。僕はあの心霊スポットをやってるんで。逆職室行こうぜ、はい、お前はどうなんだっつって。っていうか、なんかこの間強盗があったって聞いたんですが、捕まったんですか、あれ。いや、まだ捜査中です。あ、まだ捕まってないんですか、うん、はぁ、あ、頑張ってください。今言った言葉もこう流れるの、なんか今もう200人ぐらい見てますね。そう。嘘つけ、お前。あんま言われない。めっちゃなまってんな。ちょ、ツイートキャッスルの面白さを伝えてやれ。はい、頑張ってください。はい、どうも。ああ、お前つまんねえな。もうよくね、喧嘩。